皆さん、こんばんは。ティーンではのミラクルボーイ、キングタクです。大正昭和初期、音楽は変わりましたね。いろいろ条約あって、大正デモクラシーというのがあったそうですね。はい。まあ、普通選挙とか、婦人参政権などいろいろ始まりまして、確かにレコード、ヒットしてましたね。はい。確かに歌舞伎の文学など、伝統芸能、西洋劇を取り入れたもの、満載でございます。 確かに、音楽はいろいろあって、琴のショパン、現代音楽の父、琴のモーザート、日本のシューベルト、でおなじみの宮城道夫さんを中心に始めたそうです。新日本音楽と呼ばれたそうでございます。はい。この音楽いろいろありますよね。はい。確かに、ヤマト楽と、東名流、東京で流行った音楽満載です。大黒を考案したのもそうです。はい。確かに、琴もすごいし、琵琶もすごい。 確かに対象昭和時代の音楽は進化してますね。以上です。バイバイ。